てるスーパー見つけました。よし、ガスと食材買ったんで、これじゃ、で、じゃあ今夜の野宿ポイントに向かおうと思います。ちょっと暗くてよくわかんないですけど、どっかの公園のなんかプレハブの跡みたいなところに来ました。なんかさっき来た時にね、こっちに車が2台あって、なんかドアを開けてなんかしてたんですけど、外人が、僕来たらどっか逃げちゃいました。なんかそういう公園なのかな。なんかあっちでめっちゃ怖い音がするんで、なんかこの音ちょっと光つけるとバレちゃいそうなんで怖いんで、ちょっと誰かいるっぽいんで、ちょっと別の場所にします。ちょっとここは危険そうです。ちょっと離れた別のとこに移動しました。ここは結構道路も近くて芝生も大きいんで、ここだったら誰か人がいたりしないかなと思ってます。ネイチャーハイクのソロテントを日本から持ってきたんで、じゃあこれを建てようと思います。はい、ちょっと分かりづらいですけどテント張り終わりました。じゃあちょっとね、本来ご飯食べる予定だったんですけども、ちょっともうこう怖くて早く寝たいんで先にもう寝ちゃいます。はい、やっとプライベート空間ができました。外で足音が聞こえたんで外出たんですけど、誰もいないですよ。マジで怖い。めっちゃ今外でもうテントの前まで人が来た、足音聞こえたのに、寝るかなマジで。ちょっといろいろ怖いんですけど、でまだ時間も10時15分ぐらいなんですけど、でも結構クタクタなんで、寝ることを期待してちょっとこのまま寝ようと思います。いろいろ怖いですけど、おやすみなさい。めっちゃ蒸し暑い。サイパンの不良が殺しに来るイメージしかできなくて、なかなか寝つけない。物音が怖い。本当の軸向いてないわ俺。その会長の鳴き声みたいなのが聞こえるんですよね。雨降ってきた。おはようございます。やっと朝になりました。一応暑くもなく寒くもなく、なんとかちょいちょいね起きちゃったけど、一応は眠れました。よし、じゃあちょっとカップラーメンをちょっと朝ごはんでこれから作って食べていこうと思います。昨日夜で暗くて分かんなかったですけど、こんな綺麗なとこだったんですね。ここあっちは海で、なんかお墓みたいなのがあって、このネイチャーハイクのねソロテントね、体でっかい俺でも結構ゆったり眠れてね、ちょうどいい広さで、でこの荷物置く前室もね、あっちとこっちで2箇所あって広くて、たくさん荷物置けていいソロテントでした。はい、じゃあ朝ごはん作っていきます。まずこのね、日本から持ってきた ST310、 これに昨日の夜買ったこのガス缶をつなげて、この上にクッカーを設置して、昨日買った水これを入れて着火、このままお湯を沸かしていきます。で
湯を沸かしてる間に昨日買ったこのチキンマミ、このカップラーメンを開けておきます。このガス管めちゃくちゃ強いっすわ。早っ、お湯沸くの。多分1000まで、この。よし。はい、で、これでじゃあ3分待ちまーす。今、警察にね、話しかけられたけど、キャンプやってるのって言われて全然怒られませんでした。よかった。はい、じゃあ3分経ちました。うん、うまそう、いい匂い。はい、じゃあ食べていきます。はい、お疲れ様でした。あ、ちょっと奥の方来てみたんですけど、こんななんかバーベキュー場みたいな感じだったんですね、ここ。あの白い鳥が変な鳴き声してんだ。よし、じゃあテント畳んでガラパンを目指そうと思います。今日も犬が絶対今俺の荷物を漁ってました。野犬が。あとっていうところでした。ここビーチロードを挟んだ向かい側に民間人用収容所がありました。あ、そういうキャンプかな。あ、怖いとこだったんだ。え、だからめっちゃあんな足跡聞こえたのかな、夜。うわ、怖いとこだったのか。いや、やっぱりね、この朝の常夏のビーチロードを歩くのいいですね。全然やっぱ夜より朝の方がいい。爽やかな常夏の朝です。頑張って今日も歩いていきます。このクロックスが崩れしないように。なんかいい感じのビーチ沿いの公園だ。すごい、これ上登れんのかな。すげえ、めっちゃいい。これただで使えんだ。わあ、めっちゃいい。ああ、ここで寝れたかな。でも痛いか。なんか寂しいな、本当孤独だな。不意に襲ってくるな、孤独感が。何屋だろう。多分あそこにあるのがガラパンだと思うんですよね。これがあれが天竺。だいぶ近
近づいてきた。もうちょいかな。だいぶあの建物が近づいてきた。マックド。ここが一番栄えてるところなのかな。あ、スカイマークのあれだ。あ、ここで無料でされてたんだ。うわー、ここに昨日の夕方来るはずだったんだな。だいぶ栄えてるけど、ここが中心なのかな。これが一番都会か。